はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、こちらアセットの、VF1 バルキリーダイキャストギミックモデルを作る、ロイ・フォッカーモデルですね、こちらの制作をやっていこうと思います。今回は9号ですね。9号、から、9、10、11、12まで、やっていこうと思います。はい、それでは9号の作業をやっていこうと思います。9号は主翼グローブ後部の組み立てということで、前回までで組んだこのフレームのこの後ろですね、ここの組み立てになります。はい、というわけで、入ってるパーツがこんな感じと、あとネジが入ってます。はい、そしたら早速やっていきましょう。でまずは、ここを見て、こっちか、こっちのパーツをここにセットして、でビスで前後を固定。でこれビスがね2種類ついてて、サラビスと丸いビスの2種類が入ってるんですけど、ここの接続はサラビスじゃない方ですね。普通のビスの方で留めていきます。こことここ。で、この上にこのカバーのパーツをつけてあげて、でこことここ、こことここだ、の2箇所をこっちのサラビスの方で固定すると。ごめんなさい、ちょっと喉の調子がねあんま良くなくて。この2箇所で固定します。こういう感じですね。はい、そしたら次反対側も同じようにここにセットしてあげて、でこれをかぶせて、よいしょ。はい、こんな感じ。これで、主翼グローブ後部の取り付けが完成になります。要はここに主翼がここにつくんですね。こういう形でついて、主翼がこう動くので、この軸がついてるよという感じです。こんな感じ。そしたら一応これで、9号の組み立ては完成になります。ちょっとこっち側の墨入れはもう収録外でやっときますけれども、これで9号の組み立ては完了になります。はい、それでは、第10号やっていきましょう。10号は頭部ユニット基部&キャノピー開閉モーターの取り付けということで、今回入ってるパーツはこんな感じになります。また今回も結構いろいろ入ってる感じですね。はい、そしたらやっていきましょう。でまずちょっと部品を出してあげて、まずは、頭部ユニット基部、頭のパーツを取り付ける、部分ですねを組んでいくので、まずこのゴムブッシュを、このパーツに取り付けてあげる、差し込んであげます。でこうよいしょ、よちょっと入れにくいんでね、このマイナスドライバーかなんかでギュッと入れてあげるといいと思います。で入れてあげたら裏から蓋をしてあげて、でビスで固定だけど、ビスどれだ、10の16、あこっちに、よいしょ、こっちね、黒い方のビスを使ってここで固定。ああ、もうここを締めてあげたら、とりあえず一旦これは置いておいて、で次に、この部品かな、でこのロボットアームの先っぽみたいなこの部品を、このギアの先っぽに取り付けてあげて、どっちがどっち、穴が大きい方、あそういうことか、こうでこうネジの頭の逃げがある方が、こっちに来るようにしてあげて、また同じこの黒い方のビスでここで痛い、こうした方がやりやすいから、ちょっと待ってよ、超締めにくいぞこれ。あちなみにこれはキャノピー開閉モーターユニットですね。今これが多分キャノピーのあのヒンジをねギュッと押すパーツだと思います。もうちょっと締めた方がいいかな、よしこういう感じ、こういう感じにしてあげたら、次に、このパーツに、このギアをここにはめ込んであげて、でそこにさっきのこのパーツがくっつくと、くっついたらちょっと一旦これ置いといて、このモーターを出していきます。でモーターに配線をつないだら、この先っぽにウォームギアをここの形を合わせてあげてセットしてあげて、この状態でさっきのここにセット。こういう感じ。そしたら、よいしょ。上からもう一個のパーツで押さえてあげて、でこの時にこれが一番縮んでる状態にしてあげとくみたいですね。一番縮んだ状態にしてビスで固定。ほんとね、他の方もコメント欄で書いてたけど、アシェットのビスはね、質が悪い、本当に。もう全然サイズが合ってなくてガバガバなんですよね、いつも。よいしょ。はい、これで、モーターユニットの開閉ユニットの完成ですね。開閉モーターユニットの完成。中のモーターが動くと、さっきのウォームギアで、この棒が前後するっていう形ですね。はい、そしたら次は、これにまたこのゴムブッシュを取り付け、こうやってドライバーで押し込んであげるか、シリコングリスとかね、なんか潤滑剤とかをつけてあげるとかでもいいと思います。よいしょ。こんな感じで入れてあげたら、ここに向きはどういう向きはいいのか、こう決まった向きじゃないと入らないですね。ここにモーターをセットしてあげて、で上からこの押さえのパーツを取り付けて、ネジで固定。この辺のパーツはね、多分フレームの中に来るパーツになると思うので、特になんかモールドが入ってたりとかそういうのはないので、もうガシガシ組んでいく。よし。こういう感じ。これで一応、モーターがセットできました。そしたら次この下に、こう向いた時にこの広い方が後ろを向くように、ここにセットかな、ここにセットしてあげたら、次にフレームですね。フレームを出してきて、フレームのここですね、ここにセットしてビスで固定してあげます。よっ。よっ。OK、これで一応今回の10号の組み立ては完成になります。なんでここにね頭部ユニットがボコッとつく形になると思うんですけど、まだ周りにいっぱい物をつけるものがあるのでつけると邪魔になっちゃうので、今のところはまだつけません。こんな感じでここでキャノピーの開閉用のレバーを押してあげるっていう感じですね。はい、こんな感じ。はい、それでは17号やっていきましょう。17号では主翼開閉スライダーの組み立てということで、主翼を動かすためのリンクですね、を組み立てていく形になります。なので部品がこんな感じで、金属製のこのリンクのパーツが入ってるのと、あとビスと、あとこれちょっとあれなんですけど、こういうちっちゃいメタルボールが入ってます。要はね、このメタルボールがベアリングの代わりをするみたいですね。なのでちょっとこれなくしそうなので、こういうお皿、ちっちゃい小皿に出してあげて、ちょっと予備があるのかどうかもわかんないですけども、出してあげて作業していきましょう。でまずはこのボールをですね、このレールのこの穴に1個ずつ並べていきます。こんな感じで、8箇所のくぼみにボールを入れてあげたら、この上にこのリンクを乗せてあげます。でこのギアの部分があるのが上になるようにしてここにセットで、またこのリンクの上にある4箇所の穴にまたボールを入れていく。これね、ちっちゃい上にボールをつかむんで、なるべくねそこそこいいピンセットを使った方がいいと思います。精度が高いやつねを使った方が作業はしやすいと思います。で、こんな感じでつけてあげたら、次に、このパーツですね、この押さえのパーツをセットしてあげるんですけど、この出っ張りがある方がこっちですね。出っ張りがある方がこっちで、ない方がこっちに来るようにして乗せてあげたら、ここをビスで固定していきます。やっぱりよし、こんな感じ。こんな感じで、締めてあげると、まあ、ボールが入ってるおかげもあって、かなりね、滑らかに、ここは動いてくれます。で、一応ね、裏側に突起とかがあるので、これ以上は動かないようになってます。なのでね、気づいたらスポーンと抜けて、ボールどっか行ってたっていうことはおそらくないとは思います。こういう感じ。そしたら、今組んだこれを、前回のこのフレームですね、フレームに取り付けていきます。で、取り付ける場所は、どこだ？ここですね。取り付ける場所はこの位置。少しだけここの前に出る感じで、ネジの位置が合う箇所があるので、そこにセットしてあげて、相変わらずこのビスの精度が悪い。ここ、全部で5箇所かな。こんな感じで、全部で5箇所ですね。ここの5箇所固定してあげて、こういう感じになります。で、まあここがこうスライドするわけですよね。こうスライドして、でまあおそらくここに主役がついて、ここに主役の端っこが刺さるんでしょうね。でこれがスライドすることで、主役がこう動くっていう感じになるんだと思います。で多分ここにモーターがつくんでしょう。はい、これで一応、今回の11号の組み立ては完成になります。はい、それでは12号の組み立てをやっていこうと思います。12号は、スライダーモーターの取り付けということで、前回取り付けたこれですね、ここの主翼開閉用のスライダー、これを動かすモーターを取り付けていきます。というわけで、入ってる部品がこんな感じ。モーターと、ピニオンギアと、あとケースですねが入ってるので、まずはモーターにこのピニオンギアを取り付けてあげます。これね、そういうことか。D の字になってるので、その位置を合わせてあげて差し込む。でこれこの軸もこのギアも両方とも金属製なので、やや余裕めに作ってくれてますね。少し余裕があるように作ってくれてるので、刺すのに苦労するのは多分ないかなと思います。これなんかね、ここにギアがめっちゃいっぱい入ってるんですよね。これギアがめっちゃいっぱい入ってて、ちょっとメカ好きとしては少しワクワクするような感じの構造になってるんですけど、まあ多分ゆっくりじんわりと主翼を動かすためにこういうギアとかがついてるんだと思うんですけどね、多分。で、このモーター固定部品にスイッと入れてあげて、でこうかな、こうつけて、で上からこのパーツで蓋をすると、こういう形。そしたら、前回のこれを出してきて、まずスライダーを一番後ろまで下げてあげたら、こう向きですね。こう向きでここにセットで、ビス4本で固定していきます。あれ、ドライバー見えるか。あれ、こことこことこんな感じ。こんな感じでモーターを取り付けてあげます。かなりがっちり固定されますね。こんな感じ。はい、そしたらこれで一応12号の組み立ては完了になります。で、次の13号では、主翼ヒンジ左の組み立てということで、ちょっとどこをになるんかがちょっと分かんないですけど、この辺につくヒンジなのかな、多分主翼の可動軸の根元になるんじゃないかなとは思うんですけども、それの組み立てっていう感じになります。はい、というわけでまた来週も、作業の方はやっていきますので、また続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、というわけで、9、10、11、12とやってきたんですけれども、機体の真ん中の部分ですね。機体の真ん中の部分の内部パーツを主に組み立てたっていう形でこんな感じになっております。はい、で多分次以降は、この辺の主翼だったりその辺の取り付けっていうのをやっていくんだと思うんですけれども、またその辺も引き続き作業の方はやっていきますので、毎週動画見たいと思っていただける方はよかったらサブチャンネルの方も登録していただければ、そちらの方では毎週アップしているので、そちら見ていただけたらいいかなと思います。で、こちらの方ではもう月に1回まとめて、4本分やるっていう形でアップしていきますので、続きを見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、ご視聴いただきましてありがとうございました。